こんにちは、ハギです。今回ですね、カンカレ一部男子1500メートルについて話していきたいなというふうに思います。で、本来であれば、カンカレの総まとめとして中長距離を総評ね、していこうかなというふうに思ったんですけども、男子一部1500メートル決勝、これ見ててね、あまりにも興奮しすぎてしまったんで、これだけちょっと単体でね、話していきたいなというふうに思います。で、すでにもう結果が出ているので、結果の話をね、していきたいんですけども、まあ、見事優勝したのが、順天堂大学の三浦選手。令和の怪物ですね。3000メートル障害、日本記録保持者の三浦選手がね、見事優勝を果たしたんですけども、まあ、今回は、その三浦選手が、1500メートルで優勝できた要因、ポイントはどこにあるのかって話をね、していきたいなというふうに思います。で、レースをね、見てた方、みんなが思ったのが、まあ、ラストスパートのキレでしょ、というふうにね、思ってる方多いんじゃないかなと思います。まあ、ラスト200メートルでギアを入れて、ラスト100メートルでもう一段階ギアを切り替えられた、あのスパートのキレ、ここにね、すべて詰まってるんじゃないかと思ってる方多いと思うんですけども、まあ、僕がね、見てて思ったのが、ラスト300メートルでの冷静な判断、ここに全て詰まってるんじゃないかなと思うんです。あの状況で、あの判断ができた時点で、もう三浦選手のね、もう優勝はほぼ決まっていたんじゃないかなと思いますんで、その理由なんかをね、話していきたいなというふうに思います。で、1500メートルの、まあ、醍醐味で言うと、まあ、ラスト一周ですよね。こう、ラスト鐘がね、鳴った瞬間に、誰かが仕掛けて、後続のランナーもそれを追っかけて、バトルが始まるっていうのが、まあ、1500メートルのね、まあ、レース展開らしい醍醐味なのかなと思うんですけども、今回はね、ちょっとレース展開が違いましたよね。で、ラスト一周鐘が鳴った時点で、順天堂大学の小島選手がバーッとこう仕掛けましたけど、後続のランナーが誰も追っかけなかったんですよ。で、ラスト300メートル地点くらいでも、小島選手一人がね、まあ、先行するという状況で、後続ランナーが追っかけなかったんです。で、見てる方ね、みんな思ったのが、このままで大丈夫、小島選手逃げ切っちゃうんじゃないの、三浦選手行かなくて大丈夫っていうふうにね、思ってる方多かったと思うんですけども、まあ、その時のね、三浦選手の動きを見てると、めちゃくちゃ体動いてるんですよ。なので、行けなかったんじゃなくて、あえてあの時点では行かなかったって判断をしたと思うんです。この冷静な判断が勝負の決め手だったんじゃないかなと思うんですよね。で、1500メートルのレースね、出たことあるランナーわかると思うんですけども、こうラスト一周とかで誰かが行って、まあそれを追っかける瞬発的な力、ここめちゃくちゃ力使いますよね。で、その瞬間はいいんですよ。気持ちも高ぶっていて、グッて力入れるんで、その瞬間はいいし、まあその勢いがあるんで、100メートルぐらいはバババってスピード出るんですけども、早い段階でギアを切り替えすぎてしまうと、ラスト200とかラスト100メートルぐらいで、急に体が固まってしまって、もう一段階ギアを切り替えられないパターンって多いと思うんです。なんで、ラスト100メートルね、大失速してしまうランナーとか経験がね、あると思うんですね。だから三浦選手はね、これをちょっと懸念していた可能性があるんじゃないかなと思うんです。で、さらに言うと、先行していたのが、同じチームメイトっていうのもね、大きかったと思うんですね。まあ、同じ順天堂大学の先輩である小島選手が先行していたので、普段からね、一緒に練習しているので、まあ、小島選手がラストスパートどれぐらいキレがあるのかっていうのは結構想像できたと思うんです。なので、ラスト100メートルぐらいで、まあ、これぐらいの距離であれば抜けるっていう自信があったので、無理にラスト300メートルぐらいで、まあ、エネルギーを使わなくてもいいかなと、こう徐々に詰めていって、100メートル地点でこんだけの射程圏内にあればいけるということのね、冷静な判断ができたんで、あの時点では無駄なパワーをつかなかったっていうことがね、まあ大きなポイントなのかなっていうふうに思うんですね。その冷静な判断ですね。そこにね、僕はね、全てが詰まっているんじゃないかなというふうに思いました。で、あとはね、もうラストスパートのキレですよ。で、早稲田大学のね、勝負選手がね、ラスト100で歯が立たなかった。もう勝負選手のちょっと話をもうしたいんですけども、この勝負選手、早稲田大学のね、勝負選手なんですけども、この選手って、とにかくラストが強いで有名な選手なんですよ。その選手がラスト100メートルで2秒ぐらいちぎられてるんですよ。これがとにかく衝撃。で、勝負選手って、まあ今、早稲田大学の2年生なんですが、まあ高校が、山口県の確かね、最強高校だったと思うんです。で、高校1年生の時はとにかく強くてスピードランナーだったんですけども、高校1年生の時に確かね、1500メートルでインターハイ出てるんですよ、1年生の時に。で、まあ勝負選手といえばね、まあ2年生の時の都道府県駅伝の
一句ですよ。これがね、やっぱ衝撃的。何かね、動画が残ってれば、ぜひね、見てほしいなと思うんですけども、2年生の時、都道府県駅伝一句で、区間賞を取ってるんですよ。これもね、スローペースになって、ラストスパート合戦で競り勝ってるんです。この時のね、ギアね、3段ぐらい切れがあったんじゃないかな。これを見た瞬間ね、この選手ってラストスパート強いなーって印象があってね、今でもその思いがあるんですけども。で、ここ3年生の時もね、1500メートルと3000メートル障害ね、2種目でインターハイ入賞してるぐらい、まあスピードね、ある選手なんです。3000メートルとかもね、確か8分10何、10秒とか15秒ぐらいでね、走るようなね、選手だと思うんです。それがね、まあスピードのあるし、ラストスパートにね、とにかく自信がある選手。自分でもね、確かインタビューとかでもね、スパートには自信があるってね、言ってる選手なんですけども、そんな選手がラスト100で2秒ちぎられてるんですよ。まあ、勘ですよね。でね、僕もね、タイムを見てたんですけども、三浦選手ね、おそらくね、ラスト200メートルをね、25秒ぐらいで上がってきてるんですよ。で、ラスト100メートルでギアをもう一段階切り替えてるんで、まあ、ラスト200メートルで25秒ってことは、半分半分でも 12.5 秒、12.5 秒ですね。で、ラスト100メートルでの方が多分早いと思うんで、下手したら、ラスト100メートル11秒台で上がってるんですよね。そうなってくると、長距離選手で100メートル一発でも11秒台が出ないランナーっていっぱいいると思うんです。まあさすがに1500メートルランナーだったらいないと思うんですけども、まあ5000メートルとか1万メートルを主に置いてるランナーだったら、100メートル単発11秒台出ない選手っていると思うんですよ。なので、どんなに速い選手、27分台ランナーだったとしても、ラスト100メートル用意どんで勝てない選手が出てくるんですよ。それぐらいラストキレがね、あったわけですよ。これからね、ちょっとね、とにかく楽しみな選手ですよね。ラスト100メートルな、ちょっと、こう1500メートルなんで、どこからが100なのかがちょっと、なんとも言えないので、ね、正式なタイムはわかんないんですけども、おそらくね、11秒台出てるんじゃないかなっていうふうに思うんです。ぜひね、ちょっとね、動画ね、まあ皆さんも追っかけてみてほしいなと思います。ますますね、ちょっと三浦選手ね、今後期待したいですね。まずはね、東京オリンピックから3000メートル障害でね、どんなね、記録を残すのか、1500メートルでこんだけスピードがあるんでね、3000メートル障害、まだまだね、記録をね、伸ばせそうですね。まだね、あと大学駅伝もねあります。出雲全日本箱根駅伝ハーフなんかの距離も走るんでね、これなんかねちょっと楽しみにしていきたいなと思います。今後ね三浦選手の、ね、活躍ね期待していきたいなというふうに思います。